イエーイ星チャップマン漫画虫料理研究部部長のチャップマンおさきです。今回は直売所で新鮮な株を手に入れてきたので、美味しいもの野菜対決より株対決の方を再現していきたいと思います。初戦のキャベツ対決でユーザーに負けてケチョンケチョンにされてしまった山岡志郎ですが、自信満々で挑んだ株対決でもユーザーに情けをかけられる展開になってしまいます。そこで志郎が作り直したのは今回作る株の山ぶどう漬け鬼グルメソースですね。それではスライスした株をこの無添加の山ぶどうジュースで漬け込んでいこうと思います。シリコンバッグの中に入れた株に2本の山ぶどうジュースを入れ、このまま蓋をして冷蔵庫の中で一晩置いておこうと思います。それでは貝原ユーザーの作った株のフォンドボー煮込みのマッシュルームペースト添えみたいな野菜を作っていこうと思います。皮をむいた株を用意したら、有明産の冷凍のフォンドボーで煮込んでいこうと思います。有明産のフォンドボー、プロの現場ではもう気軽に使ってたものですが、普通に家で買うと結構高いですね。それではマッシュルームのペーストも作っていこうと思います。マッシュルームを適当に粗みじんにしていきます。みじん切りにしたらフライパンにバターを入れ、これを炒めていきます。軽く塩コショウをしてマッシュルームを炒めていき、マッシュルームから水分が出てきたらそこに生クリームを加えていきます。これでマッシュルームのペーストが完成しましたね。それではほんの棒で煮ていた株を取り出し、真ん中を半分に切って、そこにマッシュルームのペーストを乗せて蓋をしていきます。さらにそこにフォンドボーのソースをかけていきます。これで至高のメニューの株のフォンドボーにマッシュルームペースト添えで完成しました。それではいただきます。普通に美味しいですね。でもなんか株の繊維がなんかちょっと気になるかなって気がします。このユーザー不覚を取った、昨日収穫したものかもしれません。これは作り直さないといけませんね。食べていてマッシュルームペーストのつぶつぶも気になったので、こちらもミキサーで回して滑らかにしていきます。それではもう一度株を半分にして、そこにペーストを流して作っていきます。それでは再びいただきます。やっぱりマッシュルーム回した方が美味しいですね。あっという間に食べきっちゃって物足らない、そんな感じです。ごちそうさまでした。それでは鬼ぐるみのソースを作っていこうと思います。すでに殻を割られている鬼ぐるみを用意し、こちらをすり箸で滑らかになるまで擦っていきます。ここに塩と生クリームを加え、さらに滑らかに練っていきましょう。もっさりした感じですが、まあここでやめておきましょう。それでは一晩山ぶどうジュースに漬けた株を取り出して盛り付けていきます。ここに鬼ぐるみのソースを添えれば、究極のメニューの山ぶどう漬けの株の鬼ぐるみソースの完成です。それではいただきます。とてもさっぱりとしてて美味しいですね。そしてこの鬼ぐるみのソースをつけるとめちゃくちゃ美味しいです。やっぱり京極さんが言ってたように、株となんか脂肪分はよく合うな、そんな感じがしますね。とにかくこの山ぐるみのソースが美味しくて、まああっという間につけたやつ全部食べちゃいました。ごちそうさまでした。ちなみに株をつけた後の山ぶどうジュースはそのまま普通に飲みました。それも美味しかったです。それでは今回の研究結果です。両方とも食べてみましたが、確かに四郎の作った山ぶどう漬けの株の方が美味しかったです。まあただユーザーは勝てるチャンスをみすみすなんか四郎に渡した、そんな感じですよね。めっちゃ悪態ついてますが、漫画界におけるツンデレキャラの元祖は貝原ユーザーだったかもしれませんね。今回紹介した美味しんぼ山岡志郎が、会社の金を湯水のように使いつつ間違った見解をしている美食たちを論破していく、そんな漫画です。ただたまに貝原ユーザーにやり返されてしまいます。今読んでみると結構ツッコミどころがあったりするので、もう一度改めて読んでみたらいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今年初めて花粉症になってしまったかもしれません。もう体調の方もめっちゃ悪くて、
声とかも聞き苦しいところがだいぶあったかと思います。編集の方もなんかなかなか進まないんですが、まあ気長に待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。